はい、こんにちは、八野です。今日はですね、GMO インターネットからね、株主優待が届いてますので紹介していきます。まず配当金ですね。配当金がですね、1株あたり5円ですね。はい、で500株なので、まあ500円というね、金額が出てます。ちょっとね、株価に対して、配当金低いかなと思います。まあこのもんかな。でも 1.5% くらいですかね、配当利回り。はい、でですね、まあその代わりね、優待品がありますので、で優待品がまあこちらですね、優待品の紹介ちょっと反射してますね。はい、優待品の紹介ということで、まあね、自社製品にはなるんですけれども、まずはですね、そうですね、こういったね、グループのね、サービスですね。一つはインターネットトクトク BB とか、あとはドメインですね、お名前 .com も、GMO インターネットなので、お名前 .com でドメイン取ってる方はね、支払い、まあ、キャッシュバックっていう形ですね。あとはお名前 .com のレンタルサーバーとか、ね、そうですね、まあ、やっぱりネットの会社なのでネット系のサービスですね。はい、あとはですね、クマポンっていうね、グループオンサイトですね、グループ商品券って言えばいいんですかね、そこで使えるギフト券ですね、こちらなんですけれども、はい、クマポンのね、サイトで、500円の割引券を4枚入手することができますね、トータル2000円相当ですけれども、なのでね、まあグループで買うことでその商品を安くしようっていうね、クーポンサイトなんですけれども、まあ、グループ買いするんでね、大量に仕入れるっていうことで、まあ、普段の、人それぞれね、ここで1個買うよりはみんなで集まって、大量に発注して安くしようと、でさらにその安くなったところから500円引けるということでね、まあ、私も昔はね、結構クマポンでね、優待券使ってたんですけれども、最近はもうそうですね、ちょっとね、探すのがめんどくさくてね、もうやらなくなっちゃいましたけれども、はい、ということでね、GMO インターネット、これあと半年に1回ね、使えるので、優待来るので、長期で持ってる方は半年ごとにね、まあ、クマポンで使うもいいですし、まあ、あとはね、レンタルサーバーとか、GMO に変えて優待のね、割引券で優待でこう支払うっていうやり方もまあできますので、なんで結構ね、 GMO を使ってる方はかなり優待を使った方が安くはできるので、この際にね、検討してみてはいかがでしょうか。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回紹介した以外にもたくさんの株主優待を紹介しています。動画画面下の概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらも見てみてください。See you!